こんにちは、こんばんは、マロと申します。前回の続きですね、やっていきたいと思います。前回シルバードが飛べるようになりました。では続きをやっていきましょう。あー、みんないる。こんにちは。北の、あー、岬に人影を見ました。変な気を起こさなければいいけど。え、大丈夫なの？あれ、この人ってさ、なんか木を女王に燃やす、燃やさないやってた人かな。こんにちは。不思議な力を持った若木、いつか緑を守るために役に立ってくれるでしょう。あー、やっぱそうだよね。よかった。燃やさないを選んでみてよかった。この方は、あー、一緒だね。こんにちは。いやー、スカッとしたね。あんたたちを見てたらいつまでも落ち込んでられないな。あ、本当？よかった。こんにちは。あー、太陽石の。はい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 。はい。はい。あと、このニャンコって、ジャッキーと一緒にいたニャンコかな？あら、無事でよかった。知ってますか？あなたたちの後にここに流れ着いた人がいたそうですよ。誰かを探しているようでしたが。誰だ？あなたたちの後に流れ着いた人、天上界でも見かけたことがない人。もしかしてあなたたちのお仲間かしら？え？誰？ちょ、すっかり元気を取り戻してよかったよかった。村のみんなも少しずつ元気が出てきたようじゃ。一からやり直せばええ。ただそれだけのことじゃよ。うんうん。じゃあちょっとね、菊の岬に行ってみましょうか。ああ、ごめんにゃんこ。ここですね、北の岬。お、光ってる。あ、お前たちか。ま、魔王。見るがいい。すべては海の底だ。永遠なる夢の王国ジール。かつて私はそこにいた。もう一人の自分としてな。この次元の歪みは、やはり無理だったか。人の手でこの力をコントロールするのは。いかん、このままでは、奴の次元の渦に飲み込まれると。姉上。いけない、ジャキ。来てはダメ。でも。わわわ。これは。まさか、タイムゲート。しまった。あ、姉上。ああ、ジャッキここは、おーい。何もない。ここは、時の果てか。あー、で、ここで、ジャッキとビネガーが出会うと。そして魔王になると。あー。そうか、お前。あの時のガキ。私は奴を倒すことだけ考え生きてきた。奴が作り出した渦に飲み込まれ、中世に落ちて以来な。我が死のレラボスを呼び出すことをお前たちに邪魔され、再び次元の渦に飲み込まれ、たどり着いた先がこの地雷とはな。皮肉なものだ。歴史を知る私は、預言者として女王に近づき、ラボスとの対決を待った。しかし結果は、ラボスの力は巨大だ。奴の前ではすべてのものに、黒騎士の風が、吹きすさぶ。このままではお前たちも同じ運命だぞ。あの黒のとかいうやつとな。あいつを侮辱する気か。奴は死んだ。弱き者は虫けらのように死ぬ。ただそれだけだ。
魔王、今ここでやるか。これは、愛をしてしまうと戦わないといけなかったと思うんで、で、いいえにすると、魔王が仲間になると思うので、今回はいいえで行きたいと思います。今、貴様を倒したところで、クロノは戻ってこん。サイラスもな。待て。私も言ってやる。ふざけるな。やつを、クロノを生き返らせるってないわけではない。何？賢者ハッシュなら、失った時を取り戻す方法を知っているはずだ。で、ここで魔王が仲間になってくれるという、名前は、このままでいきたいと思います。決定！はい！で、魔王が仲間になってくれたと、一応とかメンバーはこのままカエルロボエイラでいきたいと思います。魔王が仲間になってくれた。で、ハイを選んだバージョンも載せておきます。こちらですね。灰を選んでみようと思います。はい。お前たちは下がっていろ。まさかお前とこの時代で決着をつけることになるとはな。来い。はい、ということで、カエルと魔王の1対1の戦いになるという、熱い。で、戦い中は早送りさせていただきます。終わったサイラス、やったぞ。私が死ねば、カエルの呪いはいずれ解ける。ロノを引き返らせたければ、時の賢者に会え。愛を選んでしまうと魔王が消えてしまい仲間にはなりません。サラのペンダントを残して消えてしまいます。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。次回魔王の話の中に出てきた時の賢者様が時の最果てにいたおじいさんだったということで会いに行ってみたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。また次回もよろしくお願いいたします。またね。バイバイ。